したくてもできないサークルもたくさんあります。そのため部費も降りず、活動拠点となる部室さえ満足に与えられない場合もある。昨日も和太鼓研究会が練習場所の申請をしてきましたが、却下せざるを得ませんでした。その時彼らが何と言ったかご存知ですか？それは、知るわけないわ、そんなの。ソアリング部は一人であんな大きなガレージを使っているのに、どうして我々には練習場所一つないんだ。至極もっともな意見だと思いませんか？う、思います。それなのに申請を却下された彼らは当然納得していないでしょう。しかし、このガレージがずっと以前、それこそ我々が生まれる以前からソアリング部のものだった事実を無視できるものではありません。先生方が特例を認めるのも、あるいはそこに理由があるのかもしれません。我々生徒会もその事実は尊重したい。ろくな活動実績も示せないお遊びサークルのために、望月先輩を立ち退かせるのは本意ではないのです。早急な対処をお願いしている次第です。活動実績なら、先日やっとテストフライトを。あれは授業中じゃありませんか。言語道断、むしろ廃部へ一歩近づいたとお考えいただかなければ。活動として認められるには最低4人、残り3人の部員を集めていただかなければ。でもこれは私が自分のためにしていることだから。ならばなおのこと、部活動として認めるわけには参りません。あの、
あなた、この間転校してきた男子ね。確か、水瀬葵くん。言っておきますが、幽霊部員じゃダメなのよ。なら別に構わないが、でもこれは私が私のためにしていることなんだぞ。私も。ロボット部と掛け持ちでもいいですか、先輩。うん、それは構わないが。だって面白そうなんだもん。何？私は入らないわよ。まだ一人足りないわ。これでは部活動として認めるわけにはいきません。まずはこのガレージから出て行ってもらいます。いいでしょう。では、金曜日まで待ちます。それまでに体裁を整えられなければ、サークルに降格。ガレージは使用不可。よろしいですね。
カバネさん、部活入ってないよね。名義だけでも貸してもらえないかな。他に入りたい人見つかるまででいいからさ。お断りよ。ダメか。いや、助かった。君たちがいなければ廃部になってたところだった。でも本当にいいのか。私もいろんな意味で興味あるし。天音先輩は活動実績について副会長さんが納得するようなネタをまとめておいてください。面白そうなのは確かじゃん。葵もいるし。あれで空飛ぶんでしょ。ワクワクするなって方が無理だよ。私の場合、飛ぶより飛ばす方に興味ありだけど。天音先輩は授業にも出ず、いつもガレージにこもってるって。まずは残りの部員集めからだね。グライド？何それ、ちょっと面白そうじゃん。でしょでしょ。だからさ、あんたも入部しない？あー、でも俺バイトあるし。それにお前と仲良くしてるとエリちゃんがやきもちやってたらパス。そこをなんとかさ。大丈夫、バレないって。それがバレるんだよ。エリちゃん、うちの学校に友達いるから。だからあんま話しかけてくんなよ。